こんにちは。こんにちは。食べて喋って旅をしてです。はい。はい、私たちは2023年の4月から、1年間夫婦で世界一周をしました。はい。ね、今はもう日本に帰ってきて定住してます。はい。で、最近はその日、この世界一周中の振り返りの動画というのをこうテーマ別に上げている形ですね。はい。前回か前々回か、やってよかったことっていうのをテーマにした動画を出したんですけども、はいはい、今度は逆にやっておけばよかったなとか、ちょっとやってしミスったこと、良くなかったこと、後悔したこと、後悔したこととか、ちょっとまあネガティブな振り返り動画にはなるんですけど、思い出したいなと思います。はい。でまあね、57カ国も回っていればいろいろ思ったこともあったと思うので、ちょっと苦い思い出も振り返りつつ、そうですね、なんですけども、はい、でもやっぱまあなんかあれじゃない、体調崩したのは入るんじゃない。結局病院にはね、行かなかったけど、何回か崩しましたね。はい、痛い思い出ですね。特にネパールか、ネパールからドバイ行った時だね。そう、私がネパールの屋台のラッシーを飲んだことにより、おそらくそれが原因で3週間ぐらい結局胃腸炎を患いまして、ドバイで何日も伏せていたっていうのがあって、もうあのラッシー一杯でこんなに身も心もやられる3週間が続くとは飲まなきゃよかったって思うよ。本当にもう後悔後悔大後悔ですね。で、ともにやっぱり移しちゃうしね。移ったしね。胃腸炎移しちゃうし、ね、いや同じホテルで同じ部屋で使ってたら無理だね。無理だね。ご迷惑をおかけしました。お腹壊す気はちょこちょこあったね。ありましたね。やっぱり、私全然自分が胃が弱いって日本にいる分に思ったことなくて、やっぱり海外のね、ちょっと菌の入った料理とか、あるいはその油が多すぎる料理が続いた時とかに時々お腹やられてしまって、ねえ、やっぱり外出もうかうかできないし辛いし年末年始も体調崩してたね。うん、スペインだね。大変だったね、あれもね。あれは熱？熱出てたね。うん、出てた。うん、なので、もうどっちか体力戻ってきた方とかがスーパーまで買い出しに行ってっていうことで、どうにかね、乗り越えたけど、楽しいはずの年越しがね、あんまきつい年越し初めてそう、そうですね。いいアイマスクといいイヤープラグ、なんて言うんだ、イヤープラグ、あ、耳栓、耳栓を持ってた方が良かったなって私はすごい思って、私あんまりそこ重視してなかったので、アイマスクに至っては持っていかなくて友のを借りたことがあったし自分のサイズに合うものがいいね。でも結局なんかその宿によってはどうにも壁が薄かったり、ね、あと外がシンプルにうるさかったりして、もう眠れないって時もあったし、確かにちゃんとしたアイマスクとちゃんとした耳栓を用意しておけばよかったなって思うかな。ちょっといいやつ買っても全然元取れるよね。うん、ずっと使えるしね、うん、そうそうそう。あと旅中の反省っていうか、どうすればよかったのかが今でもちょっと難しいんだけど、うん、ドル紙幣をもっとこう持ってた方が良かったのかなって思う瞬間はいっぱいあったよね。うん、まあなんかそのさ、お金の管理も難しくて、あんまりね、現金多く持ってても怖いし、いや、そうだよね、怖いんだけど、なんか特に南米とかではその、やっぱり
ドル紙幣人気でとっても、うん、やっぱり通貨レートがいいよね。うん、あの現地通貨がインフレを起こしすぎて紙切れみたいになりつつある土地もあって、うん、ドルは人気だったんですけど、あとドルで払った方が安いとか、ね、旅行代理店とかでツアーを組むときに大体その現地通貨かドルかっていうふうに言われるんですけど、大体ドルの方がやっぱレートがいいんで、対日本円のレートだと。そうそうそう。でもなんかさ、ね、そのドルが引き落とせないから、引き出せないから、ね、両替所でもさ、なんていうかすごい取られちゃうし、手数料として、うん、かといって ATM もなんかさ手数料が高かったりして、うん、なんかこれは事前にもっとドル紙幣手元にあればよかったなって思った時も多かったんだよね。うん、うん、まああとこれは結果論なんだけど、結局旅中にさドル円がどんどんさ円安になってって確かに、うんうんうん、だからもうこれはあくまで結果論なんだけど、日本にいる間にドル紙幣に換金してた方が、まあそうね、よかったはよかったよね。確かに。そうそうそう、それはちょっと思った。確かに。はい、そうね、まあそうね、ドル紙幣もうちょっと持っててもよかった、まあ、旅できないことはないからね、別に現地で現地通貨ATM からね下ろせてたから別にいいけど、うん、まあ、もうちょっと最初に確かにドル紙幣、ちょっと何ドルか分かんないけど、100ドル、1000ドル、1000ドルでも足りないかぐらい、結構多めにもっと下ろしておいてもよかったかもね。うん、はい、うん、あとなんか思い浮かぶ？まああと自分の場合はまあかなりそれでも旅中工夫はしてはいたんですけど、そのまあカメラ周り撮影周りのところのさ最適化というか、もうちょっと写真撮ってもよかったかなっていうのは今ちょっとぼんやり思ってますね。まあ、動画はやっぱ見返すにあたってその当時の音とか2人のあれとかを見返して確かにいいんですけど、とはいえやっぱ写真は個人的に僕が好きっていうのと、あと見返すのが早い写真は。あの、まあそうね、うん、確かに全然1、2週間撮らないところとかもあったんで、そこのとこは当然動画しかデータが残ってなかったりするんで、そういうとこはちょっと写真でもう少し撮っといてもよかったかなと思って、まあ、ただなんかこの日々撮影しながらの時にカメラも構えてでデジカメも持ってみたいなのだとね、なかなかちょっと装備が増えちゃって結構大変だったんで、うん、まあ、そこはちょっと本当の答え正解は分かんないんですけど、ちょっと思いましたね。例えばそのカミーノの時とかもこの今撮ってる大きいカメラとか持ってったんですけど、結局ね1回も使わないで、まあ、最初1日目か1日目だけ使って、あとはもうカバンの奥底で重りとして使ってただけなんで、うん、ね、うん、なんかそのあたりの撮り回しとかも2回目海外行く時はちょっともう少しそこの装備のところはなんか見直していきたいなっていうのは思ってますね、うん、もっとさらに軽くてコンパクトなあれで撮るのか、はたまたもう動画は今もう iPhone かなり画質がいいんで、うん、iPhone に限定してやっちゃうのか、そうね、その辺はなんかもうちょっと改良の余地がありそうかなっていうのを旅しながら思いました。あとまあこれはあの特定の事象じゃないんですけど、私は言語面でやっぱりロシア語とかスペイン語しか通じない国っていうのがいくつかあった、まあ、要は英語がほとんど通じなくってっていうところがどうしてもあって、まあ、例えばロシア語なら主に中央アジアとかあと東欧、旧ソ連国なんですけど、まあ、そういう時はやっぱりまあもちろんね、結局 Google 翻訳でどうにかできるんだけど、もうちょっとこう基本的な挨拶とか数字とか覚えてから乗り込めばよかったなってすごい思うかな。スペインもね、スペイン語も、まあね、南米とかね、うん、南米は本当にそう、あのまあそれでも少しはね、だんだんこの単語知ってるとか、うんうん、この文章なら言えるっていうのをだんだん覚えていったけど、ね、やっぱりもうちょっとできると楽しいかもね、うん、かなと思いますね。
からこの辺もなんかこの日本に帰ってきてからのテーマというか遊びというか、うん、あれでちょっと語学やってみてもいいかもね、英語以外に。そうだね、うん、まあそのぐらいだよね。そうね、大きな後悔はないです、それで言うと。うん、じゃあまあ今日はちょっと短いですけどこの辺で。そうね、まあ、はい、なのでまあそういうバラバラしたちょっとしたこうしとけばよかったっていうのはまた次回のね、はい、旅にちょっと反省として生かしてあのでまた皆さんもあのおそらく旅好きの方が見てくださってると思うので皆さんがどっかこう旅行に行かれる際に少し参考にしていただければと思います。はい、では次回の動画もお楽しみに。はい、しばらくすいません同じ風景が続きますがはい。